喜びうんじ、連邦寺三門、浦島太郎伝説関係資料は、横浜市登録の地域有形民族文化財の一つ。1995年11月1日登録。同志神奈川区に伝わる浦島太郎伝説にまつわる、関字運造や等、日の、計7点が登録されている。現在の所有者は、同区内の喜びうんじと、 連邦寺であるが、もともとは1873年に廃寺となった寒福寺にあったものとされている。浦島太郎の物語は日本全国に様々なバリエーションが伝えられているが、横浜市神奈川区にも一般的に知られているものとは異なる浦島太郎の物語が伝わっている。概略は次のようなものである。昔、 相模国民裏を治める水野浦島太夫という人がいた。太夫には太郎という息子がいた。ある時太夫は朝廷から大内という役を与えられ、太郎を連れて丹後国へ移住した。ある日、太郎が小舟で釣りをしていると五色に輝く珍しい亀を釣り上げた。太郎が船の上で居眠りをしている間にその亀は美女に変化し、 太郎は乙姫に連れられて竜宮城に行き、艦隊を受けた。三年が過ぎ、父母のことが恋しくなった太郎は暇をこい、乙姫から玉出箱と観音像を授けられて、丹後へと戻る。しかし、丹後の様子は全く変わっており、父母も知人も見当たらない。道であった老人に、三百年ほど前に、浦島太夫という者の,のこの太郎が釣りに行ったきり、帰ってこなかったことがあったと聞く。 太夫は悲しんだが、そのまま年を取り亡くなったという。泣きは、武蔵国の白旗の峰に葬られているそうだという、話を聞く。太郎は嘆き、乙姫との約束を忘れて、玉手箱を開けてしまい、老人となってしまった。老人となった太郎は、父母の母大を弔らおうと武蔵国へ向かい、苦しい旅の末に、白旗の峰までたどり着く。その時、 一本の松に不思議な明かりが灯り、その下に行ってみると、両親の墓があった。この明かりは、乙姫が太郎に墓の場所を知らせるために灯したのだった。太郎は墓のそばに用と手菩薩像を安置して、父母の霊を弔い、この地で亡くなった。乙姫が明かりを灯した松は、流湯の松と呼ばれるようになり、太郎の家は寒腹寺となった。武蔵区に神奈川塾にあった。 漢福寺の演技書にも、同時の由一書として、浦島太郎伝説が記されていたようである。正規の演技書そのものは残っていないが、江戸時代に作られた、略演技が現存する。そこに記された、浦島太郎伝説の概略は次のようなものである。なお、複数の略演技があり各のの移動があるため、ここでは、文政三年頃に記された、浦島観音及びに心臓。 略演技に基づいて記述し、他の略演技との相違については注釈で述べる。有力天皇の時代、相模国民浦半島出身の浦島太夫は、一家で、単語国に移住した。太夫には、太郎重長という息子がいた。ある日、太郎が船で釣りをしていると、大きな亀を釣り上げた。その亀は美女に変化し、太郎は乙姫に連れられて竜宮城に行き、艦隊を受けた。 やがて父母のことが恋しくなった太郎は暇をこい、乙姫から玉出箱と観音像を授けられて、丹後へと戻る。しかし、父母も知人も見当たらない。困惑した太郎が観音像に祈ると、夢の中で、故郷の三浦半島へ、我を背負って下れとのお告げを受けた。太郎は観音像を背負い、玉手箱を抱いて、関東へと向かった。 三浦半島に戻った太郎は、太夫の旧大後の子孫に会い、太郎の父母は300年前に、武蔵国白旗に葬られているということを聞いて、300年もの間竜宮城にいたことを知るのであった。太郎は、父母の母体を弔って、衝動を立てて、観音像と玉出箱を奉納すると、浜辺からどこともなく消え去っていった。天朝2年のことであった。 その後の天長7年7月7日、太郎と乙姫が霊気に乗って海に現れ、我ら人々の願いを受けて観音像を守護するという言葉を残して消えていった。人々は太郎の建てた衝動を立派な寺院として建て直し、太郎を浦島大明神、乙姫を神か竜女神として像を作り観音像と共に信仰している。 神奈川に伝わる浦島太郎伝説の特徴としては、太郎の出身地が三浦半島であるとされていること、竜宮城から玉出箱だけでなく、観音像も持ち帰ったとされていること、玉手箱を開けていないことなどが挙げられる。寒福寺の略演技によれば、太郎が建てた衝動は、空海の弟子である新言州の自治へによって、寒福寺として回帰されたとしている。その後荒廃してしまったが、 王朝、昭和年間に、浄土宗白旗破壊祖の錆恵みによって、浄土宗の寺院として再興されたと言われている。江戸時代になると、付福寺は、浦島太郎ゆかりの寺として東海道沿いの名所の一つとなり、太郎が竜宮城から持ち帰った、観音像は浦島観音、付福寺は浦島寺と呼ばれて、信仰を集めた。しかし、慶応4年に火災にあって、 道を失う。幸い、観音像と二心像は難を逃れ、その他の寺宝とともに本寺である喜び雲寺に運ばれた。後に同時に観音堂が建てられて、そこに安置される。これ以降、観福寺に代わって、喜び雲寺が、浦島寺と呼ばれるようになった。また、観福寺は再建されることなく、廃寺となり、その跡地には1926年に、 日蓮宗の蓮舫寺が移転してきた。そのため、敷地内や裏の浦島山に残されていた石灯や石碑などは蓮舫寺が管理するようになった。これらの喜び運寺と蓮舫寺が所有している浦島太郎伝説にまつわる事物のうちの7点が浦島伝説を伝えるものとして1995年11月1日に浦島太郎伝説関係資料の名称で、 横浜市の地域有形民族文化財に登録されている。登録資料の内喜び運んに伝わるものは観音像と当日の計算点である。いずれも被災した観福寺から持ち込まれたとされるものである。浦島観音堂、浦島不死と浦島寺非登録資料のうち蓮舫寺に伝わるものは当火四点である。これらは観福寺が 廃寺になった後もその地に残され、後に移転してきた連邦寺の所有となったものである。電区用途を検証を可否。ありがとうございます。